はい、おはようございます。増田です。レスポンスコピーを皆さん、レスポンスコピーをご覧の皆さん、おはようございます。今日はですね、ビデオでですね送っていきたいと思います。今日ですね、あなたにお伝えしたいことは、コピーライティングの基礎というですねお話をしていきたいと思います。なぜですね今日この話をするのかといえばですね、最近ではないんですけども、ずっとですね、このコピーっていうのはやっぱ順番があるんですけれども、その順番の最後の方からみんなやってしまいがちだということなんですね。で、何が最後なんかって言ったら今日説明するんですけれども、今日ですね、お話しすることは、コピーライティングの基本のですね、話をしていきたいと思うんですね。この基本概念がないとですね、はっきり言って、いいコピーは、できません。これはですね、僕がずっと培ってきた経験とか、あとはダン・ケネディから教えてもらったこととか、他のコピーライターからですね、教えてもらったことをですね、今日お話ししていきたいんですけれども、やはりですね、この基本というのはですね、みんな最近忘れてるんじゃないかなと。だからこそ、いいコピーのですね、がやっぱ量産されないというかっていう風にですね感じてるんですが、この基本の話をしていきたいと思いますが、基本はとても簡単です。で、この基本概念としてですね、誰に何をどうやってっていうですね、この順番でやっていてほしいんですけれども、いつもですね思うことは、みんなですね質問されるんですね、いつもね、マサさんのいいコピー書くにはですね、どうやって書いたらいいんですかっていうふうにいつも言われるんですけれども、これどうやってっていうのはですね、例えば書き方の問題であるとかですね、どのメディアにですね、出していけばいいかっていうですね、そういうことを聞いてるんですけれども、それより前にですね、とても大事なことはですね、誰に言ってるんですかと。誰に何を言ってるんですかと。この順番でやってほしいんですね。で、この順番に、で、やることによって、ものすごくですね、頭がスッキリした状態で、コピーライティングの流れっていうのはですね、流れていくと思うんですね。フローになっていくと思うんですけれども、例えば、僕はいつもする話なんですけれども、今、ここがですね、砂漠とします。砂漠ですね。で、砂漠というのはですね、ご存知の通り、水がありませんよね。何日も何日もですね、旅をしていて、喉がカラカラのですね、旅人にですね、あなたはですね、何をですね、提供すればですね、どうやったら買ってもらえますかねっていう話いつもするんですけれども、これですね、旅人は喉が渇いているっていう、もう情報が入ってきていますと。もう足元フラフラ、オアシスを求めて歩いてるんですけれども、なかなか出てきないんですね。何が欲しいと思いますか？簡単ですね。水です。じゃあ、この水をですね、どういう風に提供すればいいのか、めちゃめちゃ簡単ですね。今の話で言ったら、誰にっていうのは、もう喉がカラカラの旅人に、ターゲットですね。に、水を、どうぞと言うだけです。この水の、は、飲んでもらったらどういう変化があります。もしそうでなかったら返金保証しますと。それいらないんですね、そんなんね。旅人に水を、提供する。これですね、簡単なように言ってますけれども、本当に、大事です。っていうか、みんな忘れています。あなたの、そのコピー、今書こうとしてるコピーは、まず、誰に言ってるんですかと。誰に対して、誰の不安に対して言ってるんですかと。で、何をですね、メッセージです。コピーライティングの要ですけれども、これをですね、誰に言ってるんですかということですね。それを、どの媒体とか、どのメディアでですね、やってんのか。これダン・ケネディの言うところの 3M って言いますけれども、マーケット、メッセージ、メディアですね。この順番なんですね。はい。このさっきの旅人の話ですけれども、この水を誰にですよ。その今あなたが扱っている商品はまず誰に対して提供したのか、その商品が欲しいと思われる見込み客はどんな不安を抱えていて、どんな悩みを抱えているんですか。そのことを
自分の頭の中ですっきりさせることによって、まずはですね、このコピーっていうのを概念というか、まあマーケティングの部分になりますけれども、頭がすっきりしてくると思うんですね、この順番だと。しかし何度も言いますけれども、どういう風に書けばいいですかというふうにですね、ところから始まっていくと、もうぐちゃぐちゃになりますんで、まずはこの誰に何をどうやってってですね、ことを基本に書いてみてください。そのことによってですね、あなたが今までですね、思いつかなかったようなアイディアであるとか、今まであなたが思いつかなかったような、要はまあアイデンティティですね、アイデンティティとかアイディアですねっていうのが生まれてきますんで、ぜひこの順番で書いてみてください。そのことによってですね、とてもですね、売れるコピーが書けるんだと思います。これですね、ぜひやってみてください。そんな感じで、今週は送っていきました。まだですね、来週か再来週か、またビデオをですね、送っていきたいと思いますので、ぜひですね、ご覧になってください。それでは、今日はこの辺で終わっておきます。では。